バートリ・ジグモンドは、ハンガリー人のトランシルバニア公。1572年、バートリ家のソムリオ系統に生まれた。トランシルバニア公、バートリ・クリシュトーフの息子で、ポーランド王ステファン・バートリの老いにあたると同時に、バートリ・エルジェーベト伯爵夫人とは、重指定にあたる。ジグモンドは、父の存命中に公に選ばれたが、父が死んだ時はまた10歳未満の少年に過ぎず、 広告の統治は摂政に任させられた。1588年にジグモンドは申請を開始し、オスマン帝国に敵対するキリスト教徒君主の同盟に参加した。こうしたトルコへの敵対政策は明らかに危険だったが、広告では全く憂慮されていなかった。また、トゥルダで開催された議会は、ジグモンドに大官式に際しての宣誓文書を渡すよう、 要求したが、ジグモンドが貸し出しを拒むと、彼を退位させると脅かした。最終的に、ジグモンドは性的に勝利し、1595年には、逮捕した性的全員を処刑した。1595年、首都ジュラフェヘールバールで、ワラキアの統治者ミハイユー観光と条約を結んだ。この条約は、ワラキアがトランシルバニアの主権下に入ること、ジグムントは、 ミハイユ観光のオスマン帝国との戦いを支援することが取り決められた。また同年、ジグモンドは神聖ローマ皇帝ルドルフ2世の10枚、マリア・クリスティーナと結婚するという栄誉に恵まれた。しかし夫婦生活が一度もなく、1599年には彼女と離婚している。8月13日、ネアジロブ川下藩のカルガレニの戦いで、ミハイユ観光は、 シナンパ社の率いるトルコ軍を撃破した。ところが勝ったミハイの方では戦争を続けるだけの数の軍勢が手元におらず、トランシルバニアへと退却することになった。代わりに、墓中カインシュトバーンに率いられた4万のトランシルバニア軍が加わり、連合軍は10月8日にトゥルゴビシュで12日にブカレスとブライラの諸都市を次々に解放した。 ワラキア自体も28日には解放された。狂信的なイエス遣い信者であり、世俗世間を捨てて、信仰と神秘主義に身を捧げることを夢見るようになり、以下のようにあらゆる手段でトランシルバニア皇太を試みた。1597年、ジグモンドはトランシルバニア皇を退き、皇位をハンガリー王を兼ねる皇帝ルドルフ2世に譲った。引き換えに、 シロンスク地方のオポーレ公国を獲得した。オポーレ公の座を得たことで、ジグモンドは神聖ローマ帝国の諸公の列に加わった。しかし1598年にはトランシルバニア公に復帰している。1598年4月、ジグモンドは再び退位して、ルドルフ2世に譲ろうとしたが、半年後の10月には決定を覆した。 そして翌1599年に2度目の退位を行い、いとこのバートリー・アンドラーシュ数奇鏡に与えた。ポーランドで司教を務めていたアンドラーシュの即位はトランシルバニアがポーランドをジグムント賛世の影響下に入ることを意味していた。しかし、反発した未ハイユーはルドルフ2世との同盟を再結成し、1599年10月5日に、 アンドラーシュに対する遠征を開始した。そして、アンドラーシュを打ち取り同年の11月には、トランシルバニアを自らの手中に収めたのである。ミハイと同時に、ジョルジョ・バスタ率いるハプスブルク帝国の軍勢も、西側からトランシルバニアを攻めた。1600年、ジグモンドは、ポーランド人とコサックの軍勢を引き連れて、トランシルバニア港の座を奪回しようとしたが、スチャバで、 今やモルダビア、ワラキア、トランシルバニアの三国家を支配下に収めていたミハイユー観光に撃退された。1601年にコロジュバールで開かれたトランシルバニア議会から公に復帰させられたが、再びミハイユー観光とジョルジョ・バスタによって退けられ、二度と復帰できなかった。1613年、プラハで隠しした。この記事には、 アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチザム・ヒュー・エド・シニス・モンド・ボッテリー。インスイクロープディア・ブリタニカ・ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。